赤土山古墳は奈良県天理寺市,市の元町にある古墳。形状は前方公園墳。東大寺山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている奈良盆地東園、東大寺山丘陵の南端に築造された大型前方公園墳である。これまでに地滑りで墳急南側が崩壊し、また前方部先端部が作兵を受けているほか、 京急時の発掘調査が実施されている。噴形は前方五円形で前方部を西方向に向ける。ただし後円部東方先端部には突出部を有し、全体としては双方中円形という得意な噴形を呈する。噴景は二段蓄成噴景表面では不均一、し、円筒波庭列のほか、軽症波輪が検出されている。噴景周囲に集合は巡らされないが、 前方部先端は折割りで区画される。また公園部都市室部の南側では多数の家形埴庭や囲い形埴庭による再始移行が認められる。主体部の埋葬施設は未調査のため明らかでなく年度核と推定されるが地滑りで破壊されていると見られる。公園部南側堆積土の発掘調査では年度核残辺や種のほか副葬品として 石製腕植類、石製模造品が検出されている。この赤土山古墳は古墳時代前期末から中期初頭の4世紀伐をマイナス5世紀初頭頃の築造と推定される。東大寺山古墳群では、他の大型前方公園墳として東大寺山古墳、和鹿荷神社古墳も知られるが、市の元町、和二町の一帯は、古代豪族の和二種の本拠地とされることから、 これらの古墳に関しては、和西との関連が推測される。古墳域は1992年に国の史跡に指定された。現在では、史跡整備の上で公園として公開されている。家型萩和祭祀以降古墳の規模は次の通り。発掘調査では、築造コマもない段階から地滑りが繰り返し、発生したことが判明しており、発掘調査では樹立したままの遠藤萩和列も、 検出されている。噴形は当初は前方後方形とされたが、これも地滑りによる滑落がけのため誤認したもので、1999年度の首レブの調査をもとに前方後円形と改められている。公園部東方先端部には突出部を有し、全体としては得意な双方中円形を呈するが、作り出の先端部が破壊されているためもとの噴球長は明らかでない。 公園部都市秩部の南側では、家型派には11期、囲い形派には1基などからなる、埴庭群が検出されており、家型埴庭再始以降として認知される。家型埴庭再始以降における埴庭の内容は次の通り。これらの埴庭は、付石で表現された都市部、入り組んだ谷などの地形上に配置される。特殊内向であり、当時の豪族巨漢の再現とも推測される。 公園部南側の堆積土から検出された副装品は次の通り。ありがとうございます。